はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。今回は新企画、原神初心者さんの推しキャラを一から鍛え上げよう計画。はい、ちょっといい名前が思い浮かばなかったんですが、そのまんまですね、火力が出ない、育成に困っているという方のワールドに行って、その方の推しキャラクターを、まあ、改造するっていうのはあれですけど、一からもう装備とかをガラッと変えて一気に強くしようみたいな企画になります。まあ初心者の頃こうだったなとか、皆さんならどうするかみたいなのも考えながら一緒に楽しんでみてもらえると嬉しいです。で、今回はキャラクターをガイアに絞らせてもらいまして、 X の方でね、冒険ランク30以下の方を事前に募集させてもらいました。今回の企画に協力してもいいよっていう初心者の方が来てくれましたので、早速本編の方をやっていきましょう。では今回企画に協力してくれるアクミクイさんのガイアを見させてもらいたいと思いますが、見てください、この素晴らしい初心者の方、微笑ましいというか、なんか懐かしいですよね。こんな感じでやってましたよね、僕らも初心者の頃。はい、じゃあガイアのステータス見ていきましょう。レベルでしっかり40まで育成していますね、素晴らしい。お、黎明の真剣だ。ガイアがくれた武器を装備していますね。あ、まあ、こちら強いですからね。ただ初心者の方だと若干使いにくいのかなというのはあります。生物、え、すごい、強戦士4、これは最適解では序盤においてはね、まあ最強格の生物と言ってもいいんじゃないでしょうか。ただまだ育成はしていないって感じですね。時計は、HP 時計、なるほど。杯、おー、風ダメージバフ、これはやりがいありますよ。で、攻撃力加盟いいですね。なるほどなるほど、これはやりがいありますね。嬉しい。星座無凸、まあ、添付はまだ育成できないんでしたっけ、どうでしたっけ。はい、まあその辺もちょっとね、絡めて考えていきたいと思いますが、このガイアがどこまで伸びるかっていうのを皆さんもね、楽しみにしておいてください。初心者の方の世界に行くのってなかなかないですからね。あ、来ました、よろしくお願いします。お、ガイアだ。まあ、しっかりね、やっぱガイアを主力で使っていきたいという方なので、今回全力でお手伝いをさせてもらいたいと思います。まずちょっとスパルタなんですが、遺跡守衛と戦ってもらおうかな。まあ、どんぐらいのね、火力なのかっていうのをちょっと、見せていただきたいのでお願いしてみましょうか。おー、いるいる、遺跡守衛いつもお世話になってる、ここ今日もね、お世話になります。あ、そか、ゴーレムそっかそっか、守衛とか言ってもわかんないよなこれ悪いとこ出た、うわこれちょっと悪いとこ出たぞ、原神プレイヤー行ってきますお願いします、頑張ってくださいじゃあちょっと感染させてもらいましょうか。お、翼がいいやつだ。やばい、これ大丈夫か、大丈夫か。おー、避けていく。敵の HP がね、結構高いんですよね。あ、フィッシュルガイアか。おー、いいですね。ガイア爆発来た。おー、380ダメージ。うまいうまいうまい。あ、ただやばい、守衛のコンボを食らっている。どうなんだHP がHP がやばい。ちょっとじゃあ僕あれしますか、回復だけちょっと手助けしようかな。よしよしよし、これで4000回復入りますから、ほぼ不死身行ってくれ、頼むあ、いいですね。でもフィッシュルとガイアを駆使して、いや実際フィッシュルガイア今の手持ちだとかなり強いですよね。うーん、まあ守衛なのでちょっと物理ダメージ、あー、やばい、守衛の必殺技来た。これは普通に上級者も結構苦しい技になってます。もう一回出して、はい、回復サポート。まあでもやっぱりね、倒しきるのにだいぶ手こずってる状態ですよね。爆発が回っていくが、一発非会心では93ダメージ、うー、苦しいでも倒せそうではありますね。いけるぞ、もうちょい、あ、いい勝負だけど、どうだやれるか。おお、おめでとう。じゃあまあ守衛でも今の時点でも倒せるパワーはあるということなので、この遺跡守衛をどれだけ早く倒せるようになるかっていうのをまた後で見たいですね。ではここからガイア強化計画やっていきたいと思いますが、まずちょっと変えていきたい、改善していきたいのが武器になります。今装備中の黎明の真剣も中級者以上とか上級者の方だとめちゃくちゃ強力な武器なんですが、超初心者の方の場合は HP90% 以上っていう条件が維持が大変です。
さらに最序盤のうちは会心ってちょっと難しいんですよね。会心率を確保しづらいですから、まあ、であれば会心はもう捨てちゃって攻撃力上げていく方が火力を伸ばしやすいです。ただ所持している武器を見せてもらったところ、他に乗り換えたいものも特にないという状況でして、ガチャを回して武器を取りに行くのもいいと思うんですが、人によってはね、まだガチャ回したくないっていう方もいると思うので、今回はそんな方のためにとっておきの秘策を用意してきました。この人ハリーさんから、霊人というね、強力な武器、ガイアにとってかなり相性がいい武器をもらえちゃいます。ちなみにハリーさんがいるのはモンドの北東ですね。この一番北東にあるワープポイント、この辺に飛んでもらうと、近くのね道をハリーさんは巡回しています。じゃあ一旦抜けるのでハリーさんからねもらってくれると思います。さあ霊人もらえたかな。お、装備してるこれですよ、ガイアといえば。まあ、霊目も強いんですが、霊人がね、初心者の方には超おすすめ。じゃあ霊人ね、レベル20まで上げてくれたみたいなので、霊人を強化する、秘境に行きましょうか。ここの難易度あんまり高くないとこだとどんな感じなんだろう、もう覚えてないな。あこんな感じ、かわいい敵が敵がかわいい僕も戦うかおお、でもちょうどいいダメージかもしれない。いや強いな、回復特化フリーナでも結構いいダメージ出ているでもちょうどいいっすね結構これ大変だな。じゃあ、まあ、マルチになると敵も硬くなりますからね、僕もちゃんと貢献しないと。おお、でもいい感じいい感じうわ、なんか懐かしいあー、こんな強敵出てくるんだ最後。結構きつくない？まあ特にやっぱね、この秘境はあのクールタイムが長くなってしまうっていうマイナス効果もあるので。おお、爆発でかっこよく、おおやったー。あ、2個か、でも足りるかな。うん、多分2個でいけるはずですね。これで多分霊人のレベルを40まで上げれるかもしれません。まあ初心者の方に星3武器を勧めるのはどうなのかっていうのはあるんですが、星3武器って強化素材が少なく済むので、まあ、後々使わなくなってもそこまでダメージがないっていうところと、あと序盤のうちはそんなにリアリティの差がないんですよね。うん、まあレベルが80、90になっていくとどんどんね、あのリアリティの差というのは開いていくんですが、序盤のうちは星3武器でも、ちゃんと火力が出せるようになってます。なのでつなぎとしては最適なんですよね。後々ガチャでいい武器を引いたら乗り換えていきましょう。できました、やったー、ナイスです。よーし、お、いいですね、霊人レベル40、これでだいぶ強くなったはず。まあ攻撃力パーセントもついてますから、初心者でも火力出しやすい武器ですね。で次にやっぱ重要なのが生物、初心者の方これ本当に難しいと思うんですが、まず考えてほしいのはメインオプションってやつですね。ですね、例えばここのこのメインの部分、これ今ね攻撃力時計、ここの部分が攻撃力のやつありますかって聞いてつけてもらったんですが、まあこれが攻撃力だったりとか、あとキャラクターに合ったダメージ、今風ダメージになっちゃってますので、ここを氷ダメージとかに変えれると、まあ、ガイアであれば軽く出ますよね。まあ、っていう風にこのメインの部分だけ見てもらえれば OK です。もうセットとかこの下のサブとかは一旦置いといて、メインを火力がアップするものをつけていきましょう。それと手っ取り早く火力を上げる方法として、この羽の部分、ここのレベルを上げると簡単に火力が上がります。攻撃力が固定値でアップしていきますので、序盤のうちは特に強力です。まあ、なので迷ったら攻撃力が必要なキャラならね、とりあえずここのレベルを上げていきましょう。じゃあ一旦羽がね、今レアリティが4で強力になってますので、これを8に上げてもらって、他の時計、杯、冠っていう火力が関係してくる部分を4レベルまで上げてもらいたいと思います。まあ、なんで4刻みなのかというと、4レベルごとにサブステータスの部分も強化されていくからですね。まあ、なので初心者のうちは一気にレベル上げちゃうと素材がなくなってしまうので、まあ8レベとか12レベとかその辺で一旦止めておくのがいいですね。4刻みで霧のいいところまで上げていきましょう。はい、これで装備に関してはかなり強化されました。武器を初心者の方でも扱いやすい霊人に変更し、そしてレベルもねしっかり40まで強化。生物は4セット効果はなくなりましたが、その代わりガイアに合っているメインステータスのものをつけて、まあ、さらにね強化素材にまだ余裕があったので、羽、時計、杯、冠のレベルを8まで強化しました。レベル8ぐらいまではかなりコスパもいいので、まあ、まんべんなく強化しつつ、乗り換える時が来たらこの辺をまた素材に使って経験値に変えちゃうっていう風にすれば OK です。
で、テンプレベルは突破状況的にまだあまり育成できなかったので一旦置いといてますが、ガイアをねもう一段階突破できたらこのテンプレベルもしっかり上げておく必要がありますので、アクミクイさんもこの動画見てくれてると思うんですが、次ガイアのねレベル段階がまた上がったら元素爆発を最優先でメインで使っていく場合には通常攻撃と元素スキルもしっかり上げていきましょう。よっしゃ、ある程度強くなったと思うので遺跡守衛リベンジいきましょう。で、まあさっきのパーティーはフィッシュルガイアでしたが、ちょっとね、安定して回復もできるようにバーバラに変えてみてもらいました。まあこれでバーバラプラス、やばい、ダメージ受けてる、やばいやばいやばい、襲撃されてる、ごめん、爆発きた、あーでも回転が合わさってしまった、最悪だ。あーちょっと僕が良くなかった、爆発貯めてから行くべきでしたね。まあ、初心者のうちってやっぱ爆発なかなか溜まりづらいですから貯めていきましょう。じゃあちょっとガイア爆発一緒にね貯めてから、おおめちゃやばい、スキルでちょっと削るかって思ったら全滅させてしまった。違うんです、ドヤ顔してるわけじゃないんですこれ。よっしゃ、3度目の正直行きましょう。さあこれでどこまで行けるか。はい、まずはバーバラで元素スキルを使うことで、はい、周囲に水の輪っかを出し、これで凍結。おー、生きている、生きている、生きている。おー、爆発、強い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 。400ダメージ、470ダメージを連発し、しかも、うわー、もう半分削れてるよ。ナイス。だってさっき、めちゃくちゃ時間かかりましたもんね。一気に強くなったんじゃないでしょうか。おー、バーバル爆発も、いいですね。遠くから見ると、こんな感じなんだ。まあただガイア爆発をもう一回貯めるのが大変かな。うん、てか本来これソロプレイだったらもう倒せててもおかしくないぐらいですからね。頑張れー。しかもさっきはフィッシュルプラスガイアっていうアタッカー2人で僕がフリーナを使うことでなんとかね戦えてるって感じでしたから、今回は1人をヒーラー枠にして、お、爆発が回った、これは倒しきれるか、凍結も入って、おお素晴らしい、めちゃくちゃ強くなった。もともとは会心150ダメージ非会心93ダメージぐらいの爆発でしたが、強化後は会心で470、非会心でも310と3倍ぐらい強くなりました。やったー。まあ、これ竜殺し入ってるのかな、なんかバーバラ装備までは話してなかったんですがなんか入ってるっぽいですね。まあでもそれ抜きでも3倍ぐらい出てるかな。すごい、さっきねだってフィッシュルガイアでもかなり時間かかる守衛でしたから、遠く、あ、めっちゃ強くなりました、ありがとうございます。いや嬉しい、よかった。これは一気に楽になるんじゃない、こんだけガイア強くなったらね。もう喜びのガイアジャンプが。よかったー、マジで。じゃあとついでにこのね給湯時もやっといて、まあ、ガイアの素材の手助けも若干、しておきたいと思います。ただまあ当然ガイアで行くのは大変だと思うので、75ダメージだよね。これ僕ドヤ顔していいですか。3000ダメ、これ給湯時どうなんだろう。あーでも1500ダメージか、もうゴリ押しゴリ押し、よし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 。ドヤ顔先輩ガイアでは、ちょっとね原神のバフキャラの凄さ、一人で戦うんじゃなくてチームで戦うんだよってとこもね見てもらいたいと思います。まあレベル90ベネットだから相当下駄を履かせることになりますが、ちょっと どんぐらいになるかね見てみたいですよね。いくぞ、ベネット爆発置いといて、ガイア爆発どんぐらい軽く出るかな、これで。おお、強い強い強い、あははは、3000ダメ出てる。ははは、もう一回ちょっとベネット爆発置いてみる。あー、倒しちゃった。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。初心者の方のガイアを強化できて、そしてまあガイアをまた布教できて、僕は大満足です。で、最後にですね、原神とディスカバリーチャンネルのコラボ、自然保護チャリティのテイワット自然探索の旅について紹介をさせてください。あのディスカバリーチャンネルと、原神がですね、それぞれ自然環境をテーマとしたコンテンツを作っていくというコラボシリーズになっています。ディスカバリーチャンネル側からは有名自然探索活動家の方々が一人称視点で自然景色などに注目するムービーを制作公開するという予定です。
また原神側からはテイワット内にある多種多様な自然景色を通し自然の美しさや力強さを伝えるムービーを制作するほか、各保護活動イメージキャラクターを使った書き下ろしチビキャライラストも順次公開する予定です。もう公開されているキャラクターもいますね。詳しく見たい方は原神公式ツイッターの方を確認してみてください。映像の方はどういったコンテンツになるのか楽しみですし、ディスカバリーチャンネルといえばね、僕はあのベアグリルズさんとかエド・スタフォードさんのサバイバル系がめちゃくちゃ好きで、昔からよく見させてもらってます。特に食事シーンとかが大好きで、これ食べるのっていうのを食べたりとか、めちゃくちゃ面白いんでぜひ見てほしいんですが、今回なんとですね、ディスカバリーチャンネル側の有名自然探索活動家の中にですね、エド・スタッフォードさんがいらっしゃるんですね。はい、なのでエドさん視点の映像も見れるということで、これは見るしかない。皆さんもぜひ注目しておいてください。またあの URL が概要欄に貼ってありますので、そちらからね、詳しく知りたい方はチェックよろしくお願いします。というわけで今回は以上です。最後まで見てくれた視聴者の皆さん、そして協力してくれたあくみくいさん、本当にありがとうございます。これ楽しかったですね。新鮮でしたし、はい、好評だったらまたやりたいなと思います。もしね、動画良かったら高評価、チャンネル登録してもらえると、もしかしたら第2回あるかもしれないので、よろしくお願いします。では皆さん、ありがとうございました。それでは。